ジョン・ハムデン、ジョン・ハムデンは、新京と革命期の17世紀イングランドの政治家、軍人、オリバー・クロムウェルのいとこにあたる、バッキンガムシャーのジェントリの家柄に生まれる。父は、ウィリアム・ハムデン、母は、ヘンリー・クロムウェルの次女エリザベスで、オリバー・クロムウェルのおばにあたる。クロムウェルは、母方の重邸にあたるほか、彼と、ハムデンを含む多くの親戚が、 ジョン・ピムを中心とした反国王派グループに加わり、行動を共にし、ウォリック派クロバート・リッチ、ブルック・ダンシャク・ロバート・グレビル、セイコール・シール・シ爵ウィリアム・ファインズ・ラ・ピューリタンと組んで、プロビデンス島会社の経営に携わり、後の戦争でも活躍していった。オックスフォード大学、放送員を卒業し1621年から、庶民委員になった。選披調達の件で、 国王チャールズ一世が議会と対立し、1627年に国王は地主に交際貸付を強制的に割り当てる方法を考案し、貸付額を査定する委員を地方に派遣した。バッキンガムシャーでの委員会に出席した若いハムデンはマグナカルタを破る者に対する図相を盾にして、交際の割り当てに反抗。この行為に対する刑罰としてゲートハウスに遊兵された。 1628年に開かれた第3議会の前に釈放されたが、監禁の厳重さのためその風貌はすっかり変わっていたという。また、当時政府の弾圧でピューリタンが海外へ亡命していたため、ハムデンも一時はコネチカット州への移住を考えていたという。かねてからチャールズ一世が一般税として全国に課すことを提案していた。船舶税についてハムデンは、 この税は国王の力を不当に強めることとなり、イングランドの自由にとって危険であると考えた。1636年1月、ハムデンは船舶税が不法な税であると抗言し、国民の精神を奮起させるべく活動を再開した。船舶税支払いを拒否したため政府に訴追され、1637年11月にハムデンを被告とする交際版が始まり、 翌1638年4月に任意の課税を禁じる、どのような法律があったとしても、王の意思に反して公弁することは許されないという有罪判決を下した。しかしハムデン裁判の成り行きはイングランド世論の焦点となり、彼の名は国王への反抗の旗印となる。1640年の短期議会直前に、ハムデンはピムと共に、 イングランド全土を遊説し庶民員を組織する。11月に長期議会が開かれるとピムと並ぶ庶民員指導者となり、ストラフォード博トマス・ウェントアース団外議会の大感想作成に尽力した。12月にハムデン事件の判決は破棄され、1641年8月に船舶税は非合法と宣告された。 しかし議会での勢力巻き返しを図るチャールズ一世は、スコットランドと文書を往復したという容疑により、ハムレントピム、アーサー・ヘジルリッジ、デンジル、ホリス、ウィリアム・ストロードの5人の議員を反逆罪で告発した。1642年1月4日、チャールズ一世自らが5議員を逮捕しに、庶民院に来るが、内報により5議員は事前に逃れ去る。こうして、 議会派と王党派の対決は避けられなくなったばかりか、議会派内部も代行議分がきっかけで、ハムデン・ピムラが率いる、急進派と恩恵派に分裂することになる。7月から国王との戦争に備えて議会が行政機関として創設した公安委員会の指導者として、ハムデンとピムが選出された。8月に第一次イングランド内戦が始まると9月に、ハムデンは、 議会軍の大座に任命され、議会軍総司令官のエセックス博、ロバートデバルーに従い私的に故郷から兵士を重募し、訓練を始め、応答派の徴兵を妨害した。しかし10月23日に、チャールズ一世のオイルパートが率いる、国王軍と議会軍がエッジヒルの戦いで引き分けて、以降、内戦は議会軍劣勢のまま進行し、 翌1643年6月18日に、ルパート率いる国王軍とハムデンを首相とする議会軍が改戦。敗れたハムデンは重傷を負って戦場から去り、6日後の24日に死ぬ。12月にピムも病死。彼らの意志はクロムウェルに引き継がれ、敵機体結成をはじめ軍事改革を推進、内戦を議会派勝利に導いていった。今井、P17。 P43P44、P 43, P 44, 清水 P8、ウェッジウッド P14、ABCD 松村 P309、清水 P12、今井 P32、清水 P8P23、今井 P47P49、清水 P36P39、P44P45、P47P48、ウェッジウッド、 P42P50、今井 P57P61P66、松村 P309P310、清水 P62P65P69P73、ウェッジウッド P51P105P107P221P222、ありがとうございます。